というわけで今日も発送が終わりました。はい、019残骸です、ね、セカンドバージョン、はい、残骸が、はい、残骸すごいね。段ボール制作から、はい、まあ高校生はね、元トラック運転手なんで、早いっすよね、段ボール作るのすごいなと思って。倉庫ならで今日2回目だからね、僕もちょっとなんかいろいろね、今日早かったですね。早かったですね。そう、昼飯も美味しい中華ごちそうになって、そうですね、ありがとうございました。いやで、まあ今日は019セカンドを送りましたが、はい、送りというか明日送ります、うん、ああ明日送る、まだ、はい、そうですね。じゃあそっか、じゃあ明日の夜あげようかな、うんうん、日曜日にね、あのお題いただいた方は届きますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。で、前回026の発送をした時に、はい、まあ、届いてあの感想コメントいただけたら嬉しいなと、うんうん、言ったらですね、ちょっと待ってくださいよ、コメントが来ておりました。何人かね、何人か入ってました。で、そうそう、これいいですか、あのちょっと読んでいい、うん、ケンケンさん、けんけんさん100743、わかんない、昨日届きました初見、なんとも美しいパター、うん、言葉で言い表せない機能美、うん、顔が良いという表現では全く足りない、日本のものづくりの域を結集して作られているからこそのにじみ出るような美しさ、打感も素晴らしい、言葉がありません。 YouTube の解説通りです、大事に使います。ありがとうございます。いいじゃないですか。でもそこの、あ、ここに何か返信が来るの、入ってないですか。あ、ここにもう一個ありました、うん、MIG モデル026の感想を背地抜きで書かせていただきます。グリーンで使用した感想です。私の印象では晴天下ではマットガンメタルに見え、まさに武器を連想しました。確かにサイトラインなどの線よりも影を使い、面あるいは帯でイメージした方が分かりやすいのが理解できます。 YouTube でのプロの事例ではありませんが、私の場合はパッドの集団率が良くなりました。パッドの集団率ちょっと分かりませ ん、うん、僕は。昨今のパターヘッド重量が重い件には私も懐疑的で、表現が難しいと感じておりました。ウェイトを変更してみたりもしましたが、抜本的な解決には至らず、名古屋巡りをん中古屋巡りをしつつ悩んでいたところです。 MIG モデル026は表現ができます。これは対話ができるパターです。素晴らしい、いいね、対話ができるパターン。何より美しいのは、あ、嬉しいのは情報の正確さです。道具は使い手に対し正確に情報を伝えなければならない。そうしないと使い手はどう使うかがわからないからです。しかしそれは非常に難しいことなのです。これだけデジタル技術が発達し、誠に残念ながらデジタルで何でもできると勘違いする人も多く散見されます。しかし人間中心であるからこそ MIG モデル026ができたのだと思います。UBB というコンセプトもその一つかもしれません。これはデジタルをこう超越する人間の感性の世界です。すごいね、筆が立ちますね。ものづくりはやったことすべてが製品に表現される、楽しくもあり辛くもある仕事です。その多くは評価されません。でもその製品を通じユーザーを感動させられる、ユーザーは人間の英知に触れて感動する仕事なのです。雑誌などで書かれるような薄っぺらいお 話ではなく、世界の一品と言われる製品は必ずそういう何かを持っています。 MIG モデル026はそれが具現化されている。どんな製品でも開発者がそういう意図しない限りこういう製品になりません。私もものづくりに携わる人間として感動しました。いい、ありがとうございます、ですね、お二人とも感謝申し上げます。素晴らしい、うん、本質を理解していただいて感じ取っていただいて、もうあれじゃないですか、ありがたいですね。これもうこれ書かれちゃうと他書くことなくなっちゃうんだよ、他の人。そうですね、この2つ、お二方、うん、俺今お二方なんですよね。まあ、単純にすごくいいとか、うん、すごく綺麗で、うん、お二方楽しみですっていうね、うん、コメント、率直なコメントもたくさんいただきましたけど、うん、まあ、感想をいただけるっていうのはね、すごく励みになります。あ、でも、あ、まだあるな。ユーザー、あ、まあ、これ、もうまだ別の方から、届いてからすぐに自宅のパターマットで練習してから早速コースで使わせてもらいました。ピンのパターを使っていたのですが、たまに左に引っ掛けていましたが、宮城さんのパターはその挙動がまるでなく、引っ掛けがパターのせいであることが分かりました。まだ未熟なためグリーンの傾斜と芝居のが読み切れなくて、5回ほどカップスレスレがありましたが、6メートルのパットが入っているといい感じです。パターは完璧なので練習して精度を上げたいと思います。
長く大切に使わせていただきますありがとうございました、はい、あともまだ別の方、練習マットで打っただけですが完璧です、ありがとうございました、コメントせずにはいられませんでした、あと使った方のあとどうだろうな、はいはい、うん、まあそんな感じですね、まあ、どういう状態に我々いるか今こういう悲惨な状態ここもほんと片付かないの、ほんと前ね何にもなかったんだけどね、困っちゃいますね、もうちょっともうで、なんかもうお互い一人だからしょうがないんですよ、そんでほら、うん、この誰かが置いてくし、これこれはね、あの出てる人が置いてきました、これあの本人がまあという状況で撮っております、そうだから、そうそうだから、でもありがたいですね、皆さん、うん、感想を言っていただいて、いやだけどね、僕昨日ね、ちょっとパター練習をしてて、うん、この、まあ、026、これ、うん、まあ、ちょっとあのシルバーの方ですけど、うん、これを、まあ、ずっとパターやってて、うん、やっぱりね、まあ、いいって言うとあれですけどね、本当に転がりがいいというか、球が伸びる、うん、まあ、本当に伸びる、僕ら、粘っこいっていうんですけど、はい、重いんですよ、うん、転がりが。だから本当に最後あ止まるなと思ってスーッと言ってくれるね、うん、だからやっぱりそのバックスイングがなんかバックスイング我々なんかちょっとバックスイングで気になっちゃうんですよ、あれ面が、うん、あのあれ変わったとかなんかスムーズに引けてないとか、うん、そうですね、そういうふうに思いがちなんだけど、これはもう本当にショートバックスイングでポーンと打ったらさーっと伸びるん で、うん、そ, うです、それがない、だから重いヘッドってどうしてもバックスイング側がそのまあ正からどう止まっているとこから動き出すときに重いんで動きづらいんですよ、はいはいはい、で動かしちゃうと動きすぎちゃうんですね、うん、だから大体重いパター使ってる人ってバックスイングがでかくて、はいはい、このスイングがちっちゃいっていう特徴は垣間見れるんですけど、うんうんうん、これはまあ軽さもそうなんですけどバランスポイントと、はい、そのまあグリップ重量シャフト重量も含めてちっちゃいスイングもシャフトヘッドがプッて出る挙動をするんですね、うん、シャフト自体が、そうだからやっぱシャフトも効いてます、相当効いてるこれシャフト、このシャフトは名機ですねえ、うん、本当にやっぱシャフトがいい感じで仕事をしてる感じがもう打ってて分かります、うん、まあどっちかというと先端柔らかくて、はい、手元が硬いんですけど、うんうんうん、でも他の、まあ、ノンステップパターとか、はい、ステップパターいろいろあるんですけどそれよりも全然硬いです、うん、全体的に、あ硬いけど硬い感じしないです、しないでしょ、しない、先端のしなり感全然しない、ここがしなやかじゃないとよく先端硬くしちゃってるんですけど、はいはいはい、うん、いやすごい、本当バックスイングいらないもん、うん、だからそんな感じ、これ作った時のイメージがそのピンのスコッツデールのはい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 、はい、ファーストステップ12インチっていう名機のシャフトがあったんですよ、はい、1番目のステップまでこのぐらい何年もノーステップで柔らかいんですよ、うん、はいはいはい、だからそんなイメージの合成ポイントで作ったんですけど、まあまあ、その振ってる時にそれをまあ自然に感じていただけるようなそのぐらいの効果はあります、ね、これまあちょっと繰り返しになりますけどこれオリジナルですよね、オリジナルです、これはだからよそにはない宮城さんが開発したパターのシャフト、まあパクろうと思ったらパクれますけど、うん、うん、すごいよこれ、そうすごい、だからシャフトのパターシャフトに特性を持たせるってないんですよ、はい、ただ重さが違う、はい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 、110、120、130とか、まあ、140もあるけどただ重さを選ぶだけであって、はい、そのシャフトの挙動をコントロールする設計はないので、うん、まあ特別なもんですよね、うんうん、だからやっぱりあとピン型このネックは何だろう、やっぱりこう打感のねその まあスラントと比べて、うん、やっぱ許容度の高さを感じるっていうか、うん、やっぱすごい、まあ、前も言いましたけどやっぱオートマチックな感じがするし、うん、やっぱとにかくもう本当に何だろう、ちっちゃいバックスイングで、うん、あのちょっと自分のスピード感を変えれば距離が打ち分けられるんで、うん、だからほとんど狙ったとこ行く、あの隣のレベルでは、それがありがたいです、うん、本当にすごい、いやこれまあ01と違うの、これがあの、うん、9.0 なんですね、はい、K が、はい、K が9ミリなんですね、うん、それで向こうは 9.4 なんです、1019、はいはいはい、細いんで、うん、
よっぽどしなやか感が出てくるんですよ。うん、確かに、うん、なるほどなるほど。でもこれってシャフトを2種類作ると、はい、まあ、コスト的に2倍かかっちゃうんで、うん、そうですね。普通はみんな 9.4 でやっちゃうんですよ、はいはいはい、全部 9.4、はいはい、でも 9.4 のピンの、ピン型のこのクランクネックのフィーリングの僕それが嫌いなんで、うん、だあえて 9.0 を作って先端のこうしなやかさを感じられる。ということでこっちと違うんですか？違うんです、太さが違います。じゃあ2種類あるってこと？そうですよ、シャフトは2種類あります。あ、2種類あるんですか？そうなんですよ。おお、普通はみんなすごいな、それ、まあ、某でかいパターメーカーとかも全部1種類で、はいはい、あ、ほんとだ、うん、1種類で共用した方がまあコストかかんないんでね。なるほど。ここは 9.4、 これはオーバーホーゼルの、はいはい、これはインナーなんで 9.0 っていう、これ、まあ、0.4 ミリなんですけどね。うーん、でも 0.4 ミリでその、まあ、パイプ状の径が違うんで、はい、あの先端のシャフト構成がかなり変わってる。だからこの間ね、このダンボールで、ダンボールで見えるかどうか分かんないけど、うん、だからやっぱこのホーゼルの、うん、要はそのシャフトとのつながり方がこれ2本違うわけじゃないですか。そうです、うん、ね、スラントの方はこれがまあなんだろう、まあオーバーホーゼルといって、はい、ホーゼルの外側につく、そういうことですね、うん、だからまあこのここのどこだ、これか、うん、これのここに、まあ、芯があるというか、中に、まあ、中に細い棒があってね、 あってその辺にスッとはまってるってことですね、うん、はまってるってことですね、うん、で、こっちはこの穴にスポンと入ってるってことですね。だからこの構造の違いだけで中は違いますよ、全然違う、すごいです。このまあこの、まあ、どっちかしたらこっちがシャープな感じに感じて、はいはい、こっちは少しこうマイルドに、そうなんですよ、優しい感じがする、やっぱそうなりますよね。これやっぱりあれですかね、そのキャロウェイが出てきた時も役はこっちだったんですよね。あのキャロウェイの X シリーズが出てきた時に、うん、あのあれ前、あれはみんなそっか、クラブはスポンってこうはまってこうホーゼルに、うん、うん、そうですね。ただキャロウェイの場合はホーゼルがなくて、ショートホーゼルっていうかね、はい、それでまあ突き抜けてた、うん、突き抜けてますね、うん、スルーボアってやつね。そうですね、それが、まあ、こうなってたわけですよね、うん、だからあれもだから出てきた時はすごい、なんだろう、優しさというか、いやいや、とんでもないですよ、ホーゼル取っちゃったんだと。ですね、あのクラブ設計でアイアンウッドもパターもそうなんですけど、はい、ホーゼルの重量管理が一番難しいんですよ、うんうん、ホーゼルがあることによって性能がすごく落ちるの、はいはいはい、だから取っちゃった、まあ、ヘルステッターってすごい人ですよね、うん、取っちゃえよ。そうだから、やっぱキャロウェイさんは発明家ですよね。発明家、発明家だと思います。それでまあ結局ホーゼル取っちゃうと接着、昔の接着剤って弱かったんですよ、うん、アダルライトとか、はい、24時間硬化でこれが足んないんで突き抜けたんですよ、うん、ホーゼルないから、はいはい、これまあちょっと話戻りますけど、まあ、またこれ、まあ、とりあえず2本、うん、揃ってるんですけど、うん、今後のだからなんかそのどういう風に作っていくかっていうのを大体ちょっと教えてくれませんかっていう話もあったんですよ。嫌です。嫌です。嫌ですってすごい、話しますよ、話しますけど決まってるんで。嫌です、うん、次出てくるの何ですか？マレットです。マレット、まあ簡単に言ったら、まあパクリって言うかもしれないですけど、うん、まあ K で言ったらシャープ5番系ですね、オデッセイ5番、うん、はい、まあ、あれが名機なんで、 あれをちっちゃく作ります。ああ、あれもまあまあちっちゃいですけどね。ちっちゃいですけど、もっと、まあもっとしても本当に数ミリですよ、うん、もっと締まった感じで作ります。うん、あれって結構オデッセイの歴代の中でも、まあ1ドット、2ドットとかいろんな、はい、まあロットがあるんですよ、うん、その中で名機って言われてるのはちっちゃいのがちょっとだけ出たんですよ、うん、ちょっとの時期だけ、はいはいはい、ちっちゃくなっちゃったのか、なるほどなるほど、ちっちゃくしたのか分かんないですけど、はいはいはい、それをみんなプロは探してますね。うん、あの大きいやつじゃなくて、はいはいはい、そのサイズ感のものを出すってことですね。そうです。でそれあれですか、そのネック違いで出すってこと？ネック違いです、3種類、まあじゃあ要はスラントとこれってことですね。スラント、まあまあつく位置は、はい、キャブデータ上でこう模索しながらね、重心アングルとか模索しながらつきますけど、このタイプ、このタイプ、026のクランクも、はい、あの5番のクランクって結構プロ使っ、昔から多いんですよ、うん、あのベントシャフトもそうなんですけど、うん、5番のベントシャフトとまっすぐ立ち上がってるんですね、はいはい、最初の初期は斜めに立ち上がってたんですよ。うーん、ただあれが
アッセンブルの方向性が均一にならないんで、まっすぐ立ち上げて3次元ベントに してから僕好きじゃなくなったんです。うん、だからこれで斜めに立ち上がってた5番のそのデザインを、このネックで再現し、あとはこのネックの5番っていうのはかなり愛好者が多いので、うん、まあ、これもそう。あとはもう一つは、まあ、センターもどきですね。まるっきりセンターっていうのはあの意味がないので、はいはい、気持ちヒールのセンターですね、うんうん。それがどのぐらいで出てくるんですか。どのぐらい。そのいや時期的なもの。まあ僕っていうのは昔も、うん、まあ昔ねアイアンとかあるメーカーでバーって作りましたけど、はいはい、僕はいっぺんに全部作るんですよ。はいはいはい、一個一個作る人もいるんですけど、うん、統一感ないんで、うんうん、いっぺんに総合的にマッチングするように作るんで、パターンも3種類いっぺんに作ります、はい、そのデータ作りが時間がかかる。データ作ってしまえば、うん、あとは機械加工の、まあ、キャム設定とそのジグ、まあ、どこ掴んで削るかとか、ジグの開発だけ時間がかかるんで、それが終わってしまえば、うん、まあ、そんなに時間はかかんないと思います。ただ、うんうん、まあ秋、今だって秋ぐらいになるのかな、うん、もうちょっと忙したいですね。まあもう5月ですからねとはいえね、ただね、それを何個作るかなんですよ。あ、まあ、3種類って好みがあるんで分かんないね。引き合いが多いモデルと、うん、あんまり引き合いがないモデルとかあるんで、はい、で逆にもうオーダーもらって、うん、そっからその個数削ろうかなっても考えてるんですけどね。まあそうですね、うん、まあ、だからセンターが一番少ないのからそうなると分かんないか、まあ、分かんないね。僕の中では一番人気センターだと思って。あ、一番人気がセンター。あー、まあ、 困った時のセンターなんで。そう、センターって迷った時には絶対ね、うん、そうですか。いいんで、じゃあちょっと分かんないですね。全部そうですね、全部が魅力的だから、センター、クランク、まあエルジスタントみたいな人気順ではそのぐらいじゃないですかね、うんうん、でも僕が使うとしたらこれですけどね。やっぱりスラント、スラントの方が5番のヘッドの動きには一番デザイン的にこうイメージが出るか、こう低く動いていくイメージがあるんで、だ僕はこれを早くコースでも使いたいです。まあ今ちょっと怪我してできないんで、うん、だけどこれはもう相当いけそうな気がする、うん、それはいいっすよ。これはほんとすごい、まあ、全部もちろんこっちもすごいんだけど、なんだろう、すごい、多分小林さんのパッティングの中の何かのイメージに多分響いたんですよ、うん、だから僕これスラントもらった時もうわーと思ったんだけど、うん、僕の場合はやっぱこっちが気持ちいいです、うん、それはだからすんごい気持ちいい。皆さん一人一人の好みがあるんで、はい、こうイメージを乗せやすいんですよね、うん、そうそう、さっき言ったようにこう対話ができるパターンって言うんですけど、クラブって自分の上手い下手関係なくて、自分のこう動きたいとか、こういう球を打ちたい、うん、こういうボールのスピードを打ちたいっていうイメージをどれだけ乗せられるかなんで、うん、これもだからセカンドバージョンをぜひ作っていただきたい。はい、これそうね、うん、まあ、019もじゃあね、セカンド作ったことだし、まあそうだし、ちょっと新しいメッキがね、ああ PVD メッキがちょっといけそうなんで、メッキ違いバージョンもシルバー系なんですけどね。ああ、そうだから、まあ今デリバリーしてるのはね、これじゃなくて、うん、ブラック、まあブラックと言いながらも結構 DLC、はい、まあガンメタみたいなんですよ、ね、そうだから艶消しじゃないんですよね、うん、あの艶消しです。艶消しなのと、うん、なんか僕の印象だと割となんとか太陽に透かすと、うん、割となんていうのかな、ちょっとこう銀色っぽく見える黒なんですよ、あの、うん、今デリバリーする DLC 加工って、はいはい、あのいわゆるマットっぽいなんかさ、ベタンとした黒じゃないじゃない、あのもっとこう深みがある、なんかそういう感じじゃない、あのブラック、うん、いやもう全然全部売っちゃったんで、あの物がないっていうあれだと、ね、サンプルしか残ってないというそういう状況ですけど、はい、ありがたいことに、はい、ただね、これからまた今回、まあ明日は送りますけど、また届いた方のコメントがね。うん、そうです。いや、こっちか。今度はそうだそうだ。こっちの話もありましたけど、今回こっちなんだ。うん。だから、あ、見たかった。何が？星印。そういえば。あ、見てない。見てないよ。
もういい、まあいいっす、もう全部送っちゃったからもう見れないじゃん。いやある？あ、これファーストだ。そうですよ、だからセカンドないんですよ、残念ながら。ファーストだ。だからセカンドは019のファーストとちょこっと、まあ、どこに点が打ってあるの？それは秘密なんだ。自分で探し出してやつ。見てないから分かんないです。いや、ちょっとカットしてくれれば下ろしてきます。いやいや、いいですけど、もういつ梱包しちゃったならやめましょうよ。いや、梱包してないのが1本だけあるの。あ、梱包してないのがあるの？そうそうそう、手渡しのお客さんの。あ、それちょっと見たいです。すいません。カットしてください。すいません。ごめんなさい。はい、すいません。持ってきてもらいました。どこにな、ちょうど旬君見れるかな。まあ星とか桜をイメージしたんですけどね。ああ、これ見えるのかな。ちょっと見えるのかどうかがちょっとよくわかりませんが、うん、こうなってどう、まあ、はい。大丈夫かな。まあ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 、まあ、ということで。ちょっとねお客さんなのでシュリンク取れない。はい、もちろんもちろん。セカンドモデル。はい。セカンドバージョンはそんな感じ。わかりました。じゃあ、まあ、じゃあ、どうなんですか、その、スラン、その、なんで、マレットと、うん、まあ、例えばこれのセカンドがあるとしたら、026の、うん、どっちが先？ 026 が先にセカンドが作れるってことはない。これなんかところに打ってほしい。本当に。これ、すごいんだもんだって。これで、まあ、これももちろんすごいよ。これはほら、まあ、セカンドあるからさ、うん、これはまあちょっと休み明けにすごい、まあちょっと工場の、まあそうですね、工場、そうですね、スケジュールを聞いて、うん、ですね。まあただこれで僕なんかこれでマレットになったらどうなんだろうっていう、その楽しみもある。めちゃめちゃいいね。このネックでマレットは、うん、さらにオートマティックになるのかなとか、ね、なるけど、はい、小さくするんで、うん、シャープ感は損なわないんでね。そうですね、だからすごくいいと思います、はい。まあ、ということで、まあ、パターは、まあ、こういう感じで、はい、亀さんのようにやっておりますね。はい、はい、ね、ちょっとね、合間で工場に協力してもらって削ってもらってるんで、はい、まあ、ちょっとスケジュール調整をね、うん、まあ、今月小林さんとご挨拶行きながら、そうですね、ちょっとね、一回ね、スケジュール調整行きたいなと思って、年間のを通して立ててもらって、はい、まあ安定的にね、うん、こう継続して、まあ少ないですけど、30本ずつぐらいは継続して出していきたい、うん、そうですね、あ、買えなかったっていうんじゃ申し訳ないんでね、うんうん、継続して出していきたいなとは思います。はい。まあ、ということなので、はい、まあ、お出していただいた皆さんは楽しみにお待ちくださいと。はい、はい、で、まあ、まだの皆さんは019のセカンドですね。セカンドをお買いいただいたお客さんは、来週、まあ明日から順次発送して、そうですね、はい、来週にはお届けになると思いますので、はいはい、お楽しみに、はい、ということでございます。